うまい。おいちいわ。見捨てられた。世界中に向けて大切なメッセージが届くの。どうもこんばんは、ソニンです。ということでですね、のっけからブルーハーツより愛を込めてね、というあの珠玉の名曲をね聞いていただいたところなんですけども、今日はね久々に飯テロですよ。カップ麺ね。腸活は今日ちょっとお休みしてね、ジャンクなものを食べていくよ、ね、皆さんそういうのが好きでしょ。というわけで今日はこちらでございます。牛骨コムタン味ね、このカップヌードルのいろんな味シリーズ、もう鉄板じゃないですかね。ということでこれ外れないでしょ。しかも私何を隠そう、この牛骨のスープ大好きなんですよね。はい、というわけで早速お湯入れてもうズズッといくところまで飛ばします。はい、これね白飯入れて二度うまいって書いてますね。こんな感じです。できたよー。でっ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 。いやー、カップ麺ね本当に4月の末以来かな、5月の頭かぐらい、本当に1ヶ月以上ぶりずっと食べてないんですよ。本当にマジで腸活やってたんで。というわけで久々のこうジャンクカップ麺、どんな味なのか食べてみたいと思います。いただきます。早い早い、うまいのがすごいね。めっちゃ牛骨、すげえね。あ、結構あっさりしてるぜ。あっさりなのにコクブケーゼ。うわこれはうまいわ。すげえさね、もうなんかねお店みたいな味なんすよね。うん、最近のカップ麺はあのね、このね牛骨の思い出を語りますと、ちっちゃな時に焼肉屋さんに行くと普通子供卵スープとか言うじゃないですか、わかめスープとか、私ねテールスープばっかり飲んでたんでね、うん、ぐらい牛骨のスープが好き、うん、で豚骨も好きだから、なんでしょうね、骨が好きなのかもしれない。うまい、これ超うまい、超うまい。おいちいわ。これご飯入れよう、音で、うん、なんかねあのすごい質素な、なんか納豆とかキムチとかあの漬物とか焼き魚とかもち麦ご飯とかそういうのばっかりずっと1ヶ月こう食べてきたんですが、腸活やってから焼肉屋に行ったんですよ1回。うん、そしたらこの焼肉ってこんなに塩分高かったんだっていうね、めっちゃ味が濃いねってピョンコ先生と言って、うん、あんまり量食えなかったんですよ。そんな私にもこれはねすごくいい。うん、なのでもしかしたら普通のあのゴイゴイに、あの何ですか、ゴイゴイにジャンク食べまくってる人にはちょっと物足りないかもしれないから、その場合は少しねお湯を少なめに入れるといいんじゃないかなと思っております。すごいよこの牛骨の香り、もうすすった瞬間にふー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 はい、というわけでもう麺食べ終わったんで、ここにねこのさっきの蓋に書いてたようにご飯入れてみようぜ。
禁断ですね。いただきます。うん、あ、でさっきの焼肉の話なんですけど、その焼肉屋に行ったら、まあ、当然ですけどご飯食べるじゃないですか。その白いご飯ね、真っ白いご飯、白米。最近このずっと、もう1ヶ月ぐらいこのずっともち麦を食べてるので、その白米を食べた時に自分の中でね、すげえうまいと思うと思ったんですよ。なんですが物足りないと思っちゃったんですよね。食感がないから。うん、で次の日晩ご飯でもち麦食べたら、やっぱこっちだと思ったんで、もうね、完全に白米じゃなくてもち麦の方がうまいっていう人になった。うん、このね、このスプーンね、これキントっていうブランドのスプーンなんですけど、樹脂のめっちゃいいね。キント結構好きなんですよ。うん、あね、マグカップとかグラスとか持ってるんですけど、お皿とかね、キントいいよ。うん、やばい、ちょっと激しくうまい。ね、ちょうどこう腸活メニューにちょっとね秋が出始めた頃だったんで、めっちゃタイミング良かったね。うん、1ヶ月に1回ぐらいでいいね。うん、1ヶ月に1回ぐらい、もしくは収録の時だけちょっとジャンクなもん食って、やっぱこうテンション上がるんでね、なんかこう明るい気持ちになるよねこれは絶品だわ。うん、今大体どこのコンビニでも売ってますんで、ぜひ買ってみてください。はい、というわけで、ね、激うまのカップ麺でした。素晴らしい。それではまたお会いしましょう。さよなら。